こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、一郎さんのね、まあ動画を、一郎さんがね、こう語ってる動画を見まして、その中でね、まあちょっとね、短い部分をね、何個もね、切り取ってる中の一つで、すごくね、まあ自分のね、弱さと向き合ってるっていうようなね、そんなね、話がありまして、まあ自分もね、すごくね、弱い、まあ気がね、弱いし、まあ弱いところばっかね、目立ってしまってるんで、自分そのね、弱さとちょっとね、向き合いたいななんて、そんなことも思ったのでね、ちょっとその話をねシェアしようかななんて思います。やっぱね、イチロー選手っていうのは メジャーリーガーとしてね、すごくね大活躍をして、まあ偉大な記録もね残したりしているんですけど、周りから見るとね、やっぱりねストイックだし、本当にね精神的にも、まあ、心もね、まあ、すごくね強いっていう風にね、まあ皆さん思われると思うんですけど、イチローさんっていうのはね、何をやるにしても、まあ、自分のね弱さっていうものにはねすごくね向き合ってきたそうです。それで例え話をね、まあ馬鹿げた話みたいな、そんなことを言ってたんですけど、例えばねクラブハウスに薄いねピンク色の、T シャツを着てったとします。そうするとね、みんなね馬鹿にするらしいんですよね。そんなね女みたいな服着やがってとか、そんな風にね言われると、まあね、イチロー選手っていうのは、まあ、それをね気にして、あっちきしょう、あんなこと言いやがってみたいなことで、次の日ねもっとね濃いピンクのね色をね着ていっていくっていうようなね、そんなことをね言っておりました。そうするとね、みんなねそういう風にねバカにしたのに、もっと濃いピンクを着てきやがったみたいな感じで、もうね何もね言わなくなる。まああいつね、まあ、心、そういったところがね強く見えるっていうようなねことを言ってるんですが、実はねイチロー選手は、まあそれがね強さではなくて、まあ、弱いからチキショーって思うからこそ、まあ、もっとね濃い金ピンクをね着ていって、そこでね白い T シャツ、まあ言われたからで白い T シャツを着るのは自分は負けだって言うんですよね。まあそれっていうのは本当にね強い人だったら、そのね言われたことに対してまあさらっとね聞き流すぐらいなねことをしないで、本当にねまあ聞き流そうとして聞き流すんじゃなくて、本当にねまあこう右から入って左から抜けていくみたいな、そんなね感じの人がね本当にね強い人なんじゃないかななんて、そんな風にね思っているっていうことで、まあ自分がね弱いからこそ強く見せようと、まあこういうね色を着るんだみたいな、そんなことをね言っておりました。それっていうのはね何かっていうと、まあ自分のね弱さっていうのを、まあ、努力というもので補って、それでまあそのね努力を補うことが、まあ実はね強さだっていうことなんですけど、まあちょっとねその T シャツの話と、まあそのね努力を補うっていうものっていうのはね違う話かもしれないんですけど、でもねいつもねそうやって弱さに、まあ、向き合うからこそ、まあ、それをね補うために努力をして、それでね自分を、まあ、こう奮い立たせるっていうか、強くねしていったっていうね、そんなことなんで、まあ、自分にね置き換えて言うと、まあ、人とねこう話す時に、なんかねやっぱりねバカにされたらどうしようとか、まあ、昔ねさしすせそうがね言えなくて、しゃししゅしゃしょってなって、先生のこと先生っていうことをねバカにされてから、本当にね人の前でね話すのがね怖くなってしまった。なので、ね、話す時にねバカにされたらどうしようとかね、まあそんなことも知らないのかよとかね、まあいろいろね、まあこうバカにされるっていうね、そんなね怖さっていうのはあるんですけど、まあそれで、まあ、黙ってしまうっていうと、やっぱりね本当のね弱いものになってしまうんで、まあそれをね克服するように、こうやって毎日ね動画を配信したりとか、まあまだねこう人前でこうちゃんとね話したりするの本当にね怖くて、うまくね喋れない、まあどもってしまったりとか、してしまうんですけど、それをねその恐怖をやっぱり克服したいっていうことであれば、やっぱりこうやってねやり続ける、喋り続ける、まあバカにされてもねいいじゃないかってぐらいな、そんな感覚で喋り続けるっていうかね、まあ勇気を出してね喋ってみる、まあそういう交流会とかね、まあ
そういったものに行ってもね、本当にね、まあ、話しかけられるのをね、待ってるっていうことをね、いつもしてたんですけど、そういう時にね、自分から話しかけてみるとかね、そんなことをね、するっていうことはね、本当にね、大事だなぁなんて、そんなことをね、思いました。はい。ではね、今日はね、イチローさんのすごいね、短い、まあ、動画のね、一部分をこう切り取った、そのね、動画を見まして、そのね、イチローさんがそういうふうにね、思っていたっていうのはね、初めてこう知って、まあ、弱さっていうものがね、誰にでも、ああいうね、すごいスーパースターみたいな、そんなね、イチローさんにもね、そういった弱さがあったのかっていうことで、ちょっとね、すごくね、ちょっと身近に感じたってわけではないんですけど、まあそれはね、恐れ、多いっていうかね、なんか、すごくね、失礼かもしれないですけど、なんかね、そういったことでね、身近に感じたっていうのもね、あったので、ちょっとこの話をしてみました。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。